武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、福岡大学の、地理の勉強について話していきたいと思います。地理ですが、時間が70分に対して題問が4題、出題されています。で、出題のレベルとしては、まあ、日大レベルが、できていれば十分対応できる難易度で、まあ、特徴としてはですね、知識の形での出題率が高いという形ですね。出てくるテーマそのものに関しては、まあ、系統地理の、知識も十分出てくるんですが、ただその系統地理、の形で出てくるというよりは、その系統地理の知識を入れた上で知識の形でちゃんと整理してねみたいな形で、出るような問題が多いです。なので全体的な内容をしっかり押さえた後は、まあ、あの知識の形、要は国だったり地域ごとの特徴でまとめるという形でやれるようにしておかないと、まあ、ちょっとあの、対応がしづらいかなという形ですね。まあ、裏を返せばその形で対応していればかなり解きやすい問題ではあるという形になっています。で、出てくる用語そのものもかなり基本的な問題が、中心なので、これに関してはまあ本当に講義系の参考書などをしっかり読み込んで、まああのまあ、センター系の問題集なり、もしくは始める、地理などの問題集を使って、まあ、整理しておけば十分対応できるでしょう。まあ、一問一答などでも、対応できる、かなと思います。まあ、一問一答に関しては特に必要というわけではないので、まあ、やりたかったら追加でやるぐらいの形でいいかなと思います。ただこれらの形に、知識に関して重要なのが、やはりその曖昧な知識を残さないという点ですね。聞いたことある程度のものだと引っかかるという方の数が高いので、まあ、正確な知識を持って、取りこぼしないように、学習していくということを心がけるように、していきましょう。で、まあ、記述も、あったりはしますが、まあ、あの記述そのものもそこまで難しいものを書かなければいけない、ものではないので、ただまあ当然その書き間違いなので、などで、まあ、うろ覚えの知識があると、まあ、減点されてしまう可能性が高いので、そのあたり取りこぼしが、確実ないように仕上げておいてください。以上が地理の勉強となります。